はい、匠創造の高井です。父読後感2019年11月号特集語らざれば憂いなきに至りから、今回読後感するのは親鸞と良寛に学ぶというところです。対談になってまして、作家の青木さんと、僧侶の中野さんの対談になっております。大変、ボリュームのある、内容になっておりました。私は2日間に分けて、読んだんですけれども、すごく特殊な、親鸞とか良寛って特殊な人なのじゃないかっていうふうに先入観があったんですが、特殊ではなかったっていうのが印象として残りました。むしろ、全てはありのままに受け入れるっていうところが感じられました。人間っていろいろなこうしがらみとか、あるいは、自分の名誉だとか栄誉だとか、やってきたことに対する尊厳だとか、そういういろいろな垢みたいなものが自分の目や心の中についてしまう。そういうものを取り払う、その取り払った目でありのままを受け入れて生きていくっていう、そういう生き方をされているように、私には伝わりました。だから苦しみとか悲しみとかそういうものもまさに普通に生きているがごとく受け入れていく、それを歯を食いしばってなのかもしれませんけれども、ありのままに受け入れる。だから老いること、病になること、また衰えていくこと、そして最後に、死にゆくこと、これに対してただ平然と当たり前に生きる、それが、この中でいうところの悟りということになるのでしょうかね。どんな時も当たり前に生きるっていうのは、これはなかなかできないことだと思います。皆さんは死ぬこと、自分が確実に死ぬことだったり、自分が飢えること、将来経済的に破綻して飢えてしまうと思うと恐怖でいっぱいになると思います。私もそのようなものです。死に対して、あるいは飢えることに対して、まだ自分だけが飢えるならそれも致し方ないと思えるんですけど、家族がいたり配偶者がいたり、ね、子供がいたり、守るべきものがあった時に、これは特に受け入れられないこと、そう思います。だから病気になることも病気にならないように、するし、衰えることも認められないから衰えないようにいろんなことをします。また老いること、確実に老いてます。確実に老いてるけど、なんとかそこに抵抗しようとしますよね。今回のこの箇所から平然と当たり前にそれらのことを受け入れて生きるっていうこと、それが生きるってことなんだって、それが修行なのだというふうに私は感じました。皆さんはいかがでしょう。どのように思われるでしょうか。親鸞と良寛に学ぶ、具体的にどういうことをされて、どのような功績があった人なのか、私は全く知らないんですけども、
ただ人が生きていく上で憂いを持って生きるのではなくて、本当に自然にありのままに、まさに変な意味で知的ではなく植物のように咲いて散っていく、そのような生き方をされたのかなっていうふうに思いました。私自身、そこに近づけるかどうかは分かりません。ただ、死ぬこと、老いること、受け入れていきたいなというふうには思います。そして、そうですね、確実に死に向かっていきますから、平然ととはいかないかもしれませんけども、平然とその死に向かっていけるように、日々のまさに今のこの時点の生き方を後悔ないように生きていきたいなというふうに思わされました。はい、それでは今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。